名前入りでね、ハンナちゃんへって書いてくれて、そうサインとハンナちゃんへとくるみちゃんの絵をね、そう書いてくださって、すごい。くるみがくるみに見え、聞こえ、くるみじゃない。サティさんいっぱいあきおめありがとうございます。クリゲンさんあきおめありがとうございます。ピンクカミオさんあきおめありがとうございます。あとがそう、本当にそれが本当に一番嬉しかったんですよ。お菓子エースコインエースコインエースコインって何、抹茶味出る。エースコインって何、わかんない。エースコインって何ですかね。エースコインって、よいしょ、これでしょ、多分コドリングってカゴに入ってるやつ、これじゃないか。これはナコさんに前あげたんですよ。なんかこれはね、これをまだね、なこさんの事務所のロッカーに入っているんですよ。そう、これをなこさんにあげてお揃いにしました。皆さんいっぱいお正月ギフトお願いします。今日ゲットしたからパズルにつけるのでありがとうございます。じゃあこうやって、ね、お見送りの時にこうやって、今年の開運なんて書いてんのこれ、あ、運の色は青とおみくじに書いてあったから、ハンちゃんの生誕ティーカラーだと。あ、この色か。じゃあこの色を着るとめっちゃいいことが起きるってことです。はい、いっぱい着てくださいね、これ。青のやつをいっぱい着てください。このハンチャカちゃん T シャツとっても可愛いので、ぜひ皆さん着てください。お願いします。ヤスさん、あきおめありがとうございます。今日コンビニで買った濃い抹茶ミルクサンドというアイス買って食べて、え、濃い？濃いか。でもまあ、で私ミルクと結構割ってる、ミルクが6で抹茶が4とかそのぐらいがいいんですよね。濃いのはあんまりあれなんですけど、でもなんかアイスだったら食べれそう。コンビニ。明日でもコンビニに行こうと思います。アイス。ミルクサンドというアイス。オッケー。ミルクサンドというアイス。オッケー。ヤスさん、今日もありがとうございます。パジャドラまであと3日だね。わかるけど。そう、めっちゃ緊張する。本当に緊張してやばいです。あ、落ちた。ファミマね。あ、オッケー。ファミマ。みんなミクさん、秋読みありがとうございます。今日は何回したんだい？そうそう。あ、来ましたね。少々お待ちください。ママに今アイスをもらいました。これはなんかベレレ抹茶アイスっていう、なんかアーモンドとこう中に抹茶アイスが入ってるんですけど、なんかアーモンドとなんかベレレ抹茶アイスです。ベレレ抹茶、これを後で食べたいと思います。はい、とっても美味しそう。ベレレ抹茶、ここに書いてある。ほら、ベレレ抹茶アイス。めっちゃ美味しいんですよね。そう。で、そう、今日何回したっていうのなんですけど、
今日はガチャガチャリングがあっても全部持ってるやつですだったんですよ。だから今日はくろみちゃんが種類に入ってたのでやろうと思って、でくろみちゃん出ろと思ったら全然違うキャラが出ちゃったんですよ。それがこれなんですけど、あ、これダメだ、鏡がついちゃってる、これ鏡が、そこをね、なんかミラーのなんかミラーな感じですね。はい、ミラーのキキララのキキのキキです。でもう一個やったんですよ。そうそう、キキの方と思います。もう一個やって、もう一個がよいしょ、もう一個がまだ開けてなくて開けてなくて、よいしょよいしょ、ほら開けろ開けろ。でもなんかもうくるみちゃんが出したくてもう諦められなくてずっとやってたんですよね。でもう2回しかやってなくて、今日はこの種類は。でもう一個が何かというと、そう、もう一個がなんとすっごく偶然で、開いてお願い。なんか種類がくるみちゃんがこれなんですよね。可愛くないですか、めっちゃ。これがくるみちゃん、これがね欲しくってやったんですよ。これがね本当に欲しくて欲しくってやったらちょっと違うキャラが出てしまって、可愛いんですよ、でも違うキャラが出ちゃって、寝てるキャラです。待ってね、よいしょ、どこにね、組み出せるのがむずいんです、ね、はい、本当にむずい。少々お待ちください、もう終わります。よいしょ、キキです、キキの方が当たりました。でキキララの年前おもちゃをサンタさんに頼んだ記憶があります。よし、できた。組み立てるのが超むずいけどできました。そう、私ね、サンリオのやつが今から先輩方のがね6時からあるんですよ。でもなんか私見方がさ分かんなくて、全く見方が分かんないからまだ見れないまんまなんですよ。見れなくて、見方がアベマのね見方が分かんなくて、アベマってインストールするときって結構あれなのか、もうつかないからもういいや、つかないからもういいです。めんどくさいのでついてる感じでしとこう、これにしとこう。はい、こんな感じです。じゃあね、偶然的な感じでキキとララが出ました。キキとララです。こちらアベマのアプリ無料でダウンロードできるやつ、あ、じゃあ無料で、じゃあちょっと配信終わってからアベマをねちょっとダウンロードできたらダウンロードしたいと思います。そうそう、本当見たいんですよね。そう、でもね、いぶきさんが体調不良ってね言ってて、ほんと悲しいですね。ほんとにいびきさんが体調不良っていうのがちょっと、なんか恋愛禁止条例の時もいびきさんめっちゃ楽しみにしてて、なんか楽しみにしてらっしゃって、ずっと小田さんと一緒にねハーモニー、なんか何ピューロランドで踊る曲をね歌ってました。そう、
歌ってました。だからめっちゃ楽しかね、楽しみにしてたのにって感じなんですけど。よし、オッケー、完成。完成ではないけど、まあ完成。はい、キキララが揃ったというお話でした。はい、キキララ揃いましたっていう話で、これは鏡があるので不便です。とっても不便です。また後で付け直します。そうそう、よいしょ、めんどくさい、溶けちゃうから。ランニングマンさん、明けおめありがとうございます。ジョンタオセガールさん、明けおめありがとうございます。くるみちゃんが欲しかったけど、まあキキララ揃って可愛かったみたいな感じ。これウクレレじゃなくてベレレ。あ、クリゲンさん、パンダありがとうございます。ありがとうございます。クリゲンさん、パンダありがとうございます。ともかさん、オンライン握手会と当たったやつありがとうございます。ともかさん、ありがとうございます。楽しみにしてます。ありがとうございます。これはベレレです。ベレレ、ベレレというアイス、いただきます。でね、中に抹茶アイスが入ってて、外にホワイトソースと、ホワイトチョコと、何これ、ベレレみたいな、なんかフレークみたいなのがある。で、ベレレっていう事態が起こるからちょっとあれです。トモカさん、パンダありがとうございます。ママ、ベレレって何？ベレレ？ベレレっていうタイトル？ホワイトチョコ？ベレレクリスプ？薄焼きクレープが周りについてる。薄焼きクレープが周りについてるらしいです。なんか牛乳とコーンフレークがなんかあれやん。ホワイトチョコとコーンフレークのなんかカリカリのがまぶしてるみたいなやつです。はい、はい、ともかさん、パンダありがとうございます。私もベレレ初めて。日本に売ってる日本に売ってないと買えない絶対。ベレレ、いや間違えた、ベレレ、ここにベレレって書いてる。ベレレが商品名らしい。ひろたんさん、センスありがとうございます。はい。はい。
皆さんお正月ギフトたくさんお願いします。ホームランバーと同じ会社なんだね、ベレレって。そうなん？そんな、わかんない。福岡限定なのかな？いや、福岡限定ではないと思う。どこでも売ってると思う。まあ、スーパーに行ったらベレレがあるかもしれないです。めっちゃ美味しいので食べてみてください。うん、うまい。クラちゃん先生いっぱいありがとうございます。はい、今ねお正月イベント参加中なので、ぜひお正月ギフトたくさんお願いします。ホームランバーの銀紙懐かしくてないじゃん。ホームランバーってさ、なんか何、ミルク味のアイスみたいな。それで次に開けとこう。かんちゃんはメンバーと誰が仲いいの？ロッキーだと、まあ、安定のココッペとユイナとユナユナとリンリンリンカです。工場が福岡になったら、工場が福岡らしいです。ベレレは福岡で作ってるらしいです。ママ情報、はい、ママ情報、はい、福岡が工場らしいです。あおちゃん、今日もありがとうございます。クリゲンさん、ハッピーニューイヤー、いっぱいありがとうございます。黒たぬきさん、センスいっぱいありがとうございます。九州といえばブラックモンブラン、確かに。ブラックモンブランの、何？私、抹茶味がすごいお気に入りだった。ロッキーで妹中的なちびっこグループ作ってほしいね。ほんと中学生グループでなんかやりたいけど、そういう機会もないから。で、なんと今日このガチャガチャをしに行ったら、なんとチャーハンが売ってました。チャーハンが売ってました。これは普通のチャーハンじゃなくて、キムチチャーハンっていう、まあ、これがありました。これはチャーハンかっこキムチチャーハンかっこキムチ。なんか本当は目玉焼きとか豚肉とか欲しかったんですけど、なぜかチャーハンが当たっちゃって、そうそう、色がね、なんか、あ、危な、取れるところだった。なんかね、なぜか本当にね、そう、新作とかじゃなくて本当のチャーハンのノーマル、私が持ってるのはノーマルだったんですよ。これがキムチ味のチャーハンらしい。キムチは食べれる。キムチは食べれます。大好きです。キムチは大好きです。肉が欲しかったんだけど、なぜかチャーハンが、弟もこれやったら被っちゃって、一緒のチャーハンになっちゃったっていう。そう。なんでだろうと思った。なんか一個き、本当皆さんに聞いてほしいことがあるんじゃない。本当皆さんに聞いてほしいことがあるんですよ。本当になんか
知らないうちにあのチャーハン部のなんかグループラインに入ってたんですよ。なんかチャーハン部のグループラインになぜか私が入ってて、そうで、え、なんで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 と思って、うん、と、で入ってて、でなんか藤子がツイッターになんかあのうちらが中半部ですみたいな写真載ってたじゃないですか。あれ私が撮ってたんですよ、こうやって。であれ私ついあのなんか半チャーハンなんかはなんかチャーハン部ですみたいな写真も私がこう撮ってたんですよ。そうで、なんか分かんなくて、あれ私 LINE グループ入ってたんだけどって言ったら、ハンちゃんはカメラマンだよみたいな言ってくれ言ってて、すごいなんかカメラでこうやって撮ってて、そうなぜかチャーハン部入ってて、でなんかなぜかカメラマンになってて、なんか分かんないハンちゃんやってんなそう、なんかわかんない、やちげ配信でハンちゃんもチャーハン部って言ってた。そう、なんかわかんないけどチャーハン部なのにに、なんか LINE グループ入ってるのにカメラマンみたいな感じで言われました。カメラ部なんかカメラ部なって、そう、え、私もカメラ部じゃなくて、なんかあのチャーハン部のこれに入りたかったんだけどと思った話ですね。ちょっと今度藤子に言いたいと思います。司さんハート、じゃあ明けおめありがとうございます。明けめさん、明けおめいっぱいありがとうございます。おっちゃんさん、あきおめありがとうございます。三重県のおっちゃんさん、ありがとうございます。明日ガチャガチャお肉ゲットしに行きました、お願いします。チャーハン食べないからカメラ変わる。え、でも私昨日チャーハン食べたんですよ。昨日食べたんですよ。本当に謎なんですね。本当に無理。司さん、先生ありがとうございます。じゃあキャッチフレーズに、ハンチャーハンが大好きなハンちゃんことです。いやー、なんか本当に謎、本当になんかわかんない。なんかチャーハン部の人来てみたいな言って。言われて、で私もなんか LINE グループ入ってるから一応行こうと思ったんですよ。あのハウステンボスの時にね、で行こうと思って行ったら、あ、ハンちゃんカメラ撮ってって言われて、え、私入ってるんじゃないのって言ったら、え、ハンちゃんカメラマンだよみたいに言われて、ほんと悲しかった。それ言われた時で一番悲しかった。でコップから、ハンちゃんどんまいって言われて、はぁってなった。今絆うちは光る、感謝しててありがとうございます。絶対楽しみ、ありがとうございます。楽しみです。作ってくれてありがとうございます。ジンさん、清美ありがとうございます。司さん、先生ありがとうございます。今枯れた全然違う線いっちゃった。
チャーハン作ってる動画あげなくていいからラッキーじゃない。ああそういうこと。でもリサキちゃんあげてたっけ。つかささんハッピーニューありがとうございます。おしるこは好きですか。好きです。うん、あとアイスちょっとアイス食べ終わろうまず。うん、完食ですね。そう、9日のね、パタタラの日はまあね、私のうちわでいっぱいにしたいので、皆さんたくさんうちわを振ってください。お願いします。弟くんと初詣とか行けたのに今年行きました。家は暖房ついてるの。ついてます。餅と白玉どっちが好み。餅ですかね。餅かな。ピラフ部入れます。ピラフ部。ケバブ部の方がいいかもしれない。まあ、それだったら、ゆでなくとか、リリリカとか入ってくれるかもしれないから、まあ、ケバブ部とか、ちょっと言いにくいな。ケバブ部。じゃあ皆さん、何ですか、先輩方の、配信が始まったら教えてください。その時にランキングを読むので、はい、うちは作ったので応援いくよって。ありがとうございます。楽しみにしてます。ありがとうございます。あんちゃんケバブ画像できたよってメンバーかわからんかも。まあわかりやすいから。キャッチフレーズ噛まないか楽しみにしているよ。ちょっとそう言われると緊張しちゃうかも。緊張緊張。まあ頑張ります。でも何？一番緊張するのはダンスかな。白いシャツとか立ち位置が多いし、僕の桜とかも立ち位置多いから、あ、中吉。誰だ。つかささん、パンダありがとうございます。ダモさん、あきおめありがとうございます。大君、あきおめありがとうございます。皆さんたくさんお正月ギフトお願いします。よいしょ。ガチャガチャ部入れば、確かにガチャガチャ部にしよう。ガチャガチャ部にしておうかな。ベレレ。なんか誰かベレレになってる。あ、何吉ジュキチージンさん、パンダありがとうございます。ベレレさん。センスいっぱいありがとうございます。誰だベレレとかしたのは。先輩メンバー、ハンちゃんのキャッチフレーズ言ってる時に何にすればいいのかわからん。あ、ちょっと待って、ニキチ。チキチだ！ベレレさん。パンダありがとうございます。カンタロウさん、明けおめありがとうございます。何の話してたっけ。
でもなんか掛け声とか私のキャッチフレーズはないので、はい。そうです。そんなにないから大丈夫。ハンちゃんがリング開けた先輩みんな V にしちゃう。いやそれはちょっときついですね。だって後輩のさ部にさ先輩が入るとかちょっといいちょっとねあれだから。マリアがよくチャーハン作るよって。え、そうなんだ。じゃあチャーハン部マリアさんは入るってことで。ほんとね、ちょっとまた藤子ここに聞いてみます。私は本当にカメラマンなんですか。だって普通にさ、はんちゃんはそうだな、やれたから、そうだな、じゃあカメラマンでお願い言われて、えってなったから、はい、鶴完成。お、首、チャーハン完成。チャーハンじゃない、鶴完成。チャーハンじゃない、鶴完成です。ありがとうございます。そうそう、ちょっと私がね卒業するとき、皆さん私の作った今までの鶴いりますか。私がね卒業したするときに、この配信で作り、私が作り続けたこの鶴たちをちょっとロビーに販売。ほら、すごいでしょ。ほら、ほら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 。これをずっと作り続けたら、あ、落ちた。あれ落ちてない、あれ落ちた、あれ落ちてない、落ちてなかった。すごい、100、いやまだ50、60いくらとかじゃないかな。お気に入りはないです、ないです。あ、待って、記録書いてるかな。なんかクリスマスの時にさ秒で作ったやつ、これは破れてるやつ。あ、ないわ。まあ、夏。まあ、私が卒業するときには、無料かな？無料で販売いたしましょう。あ、まだ1個あった。残ってた。無料販売。はい。皆さんはもらってくれるということで。ブルーアイス欲しいで。いや、それはどこでも売ってます。はい。あ、何吉だ、何吉だ、中吉だー、中吉だー、誰だ誰だ誰だ、ベレレさんかなかな、パンダリありがとうございます。あと明けおめいっぱいありがとうございます。ベレレさんいっぱいありがとうございます。ベレレさんは本当は誰ですかね。よし、ベレレさんありがとうございます。クロちゃんいっぱいセンスありがとうございます。ラニグマンさん、センスありがとうございます。10月9日キムチ牛丼目が食べます。どうぞ食べてください、食べてください、いっぱいメガを。あ、55分になった。じゃあランキングを読みたいと思います。もうそろそろね、あのハーモニーランドじゃなくてピルランドのが始まると思うので、今からランキングを読んでいきたいと思います。13位ひろたんさんありがとうございます。12位みんなミックさんありがとうございます。11位ランニングマンさんありがとうございます。10位クロちゃんありがとうございます。9位ジンさんありがとうございます。8位
ともかさん、ありがとうございます。7位ドラクエさん、ありがとうございます。6位さちさん、ありがとうございます。5位やすさん、ありがとうやすさん、ありがとうございます。4位つかささん、ありがとうございます。3位福岡のゼロさん、ありがとうございます。2位クリゲンさん、ありがとうございます。1位、あ、ゲラキンでしたよ。そして1位はハンチャカちゃんベレレさんです。ありがとうございます。ではちょっと今ランキングを読んだんですけれども、あのピューロランドのが始まったら配信を切りたいと思います。なので終わったら切ります。よいしょ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 。クリゲンさん、センスいっぱいありがとうございます。どこだ、いろいろ販売とは呼ばんわ。確かに。じゃあ配る配る、ワニワニパニックガチャ知ってる？え、そんなあるの？私ね、今ワニワニパニックだったらね、これワニワニパニックって言うのかな、巨大とこのこちっちゃいのがある。よいしょ、ちっちゃいのがあるんですね。よいしょ、めっちゃ大きいんですよこれ。普通サイズが多分これ。じゃあ皆さん、ピューロランドが始まったら言ってください。ほら、でかくない？こっちの方が痛いんですよ。なんかね、こっちの方が、なんか、噛まれた時に、ちょっと待って、どこだ、噛むところ。あ、そう、ここだ。こうなるんです。直接なんか噛まれるんですよ。ほら、わかる？もう、ガンって入ってるじゃないですか、めっちゃ。ほら。でも、こっちは、なんか、ちょっと待って、ここ押さえて。一旦こうして、もう噛んだら、ほら、全然、ここが開いてるから、噛まれても痛くないんですよ、こっちは。だから、噛まれてもここなん、こうなるから、こっちの方が痛くない。そう、痛くない。こう。ほら、こっちの方が痛くない。うー、ハンちゃんは日本物見たことある？あります。前にあの別府のね、あのなんか別府温泉地獄巡りがあるんですよ、大分には。でその地獄巡りにワニがいるんですよ。そう、それで見たことがあります。地獄巡りにワニがいるので、本物の地獄巡り。うー、開いてます。入れ歯しないと入れ歯。こっちはこっちはすごい痛い。どこうなる、こうなる感じです。もうそろそろ始まるか、もうそろそろ始まる、お、始まった。じゃあ今から終わります。はい、今日もギリギリまでありがとうございました。じゃあちょっとピューロランドが始まったということで終わります。いきます、5、4、3、2、1、バイバーイ。